皆さんこんにちは、ファイナルコールの男です。リングメイトのジョンです。先日行われたコレクションカーオークション第4弾にはたくさんのご参加本当にありがとうございました。残念ながら落札とならなかった商品に関しては事後承認を受け付けております。詳しくは下のバナー概要欄からご確認ください。 Thank you very much for all your bids in this auction. If your bid was not successful, you can still buy some of these items. Please check the link below or the banner for more information and a video on these items. それでは改めて商品の紹介動画をご覧ください。ヤマケンです。今日北海道の某所に来ております。僕の知人がですね、たくさんのフェラーリのコレクションをお持ちということで今回説明したいと思います。ダンと真ん中に置いてあるんですけども、まず、前にあるのがこちら木製のエンジン 365GTB4 の、エンジン、木製のエンジンです。はい、これ何ですか？F1 ボディカードで C ロイテマン 312T、1976年のもの。そしてこちらが、これは F1 のフロントウィング、126C、1983年です。これは F1 のサイドコンクン 126C のもので2000年のものです。はいはいはい、ちょうどそうですね、こういった形でついているものですね。そしてこのフィアットと書いてあるのが、これが F1 のエアインテークで156、85、1985年の、そしてこちらがステアリング、はい、これが F1 のステアリングでビルヌーブが使った、312T5、1980年のもの。80年、はい、あ、もうドライバーまで判明しているってことですね、はいはい。中に来ました。こちらにまだたくさんのアイテムがあるということで紹介したいと思います。まず今回、出品していただくのがこちらですね。戦闘機ですか？そうです。これは何ですかね？フェラーリのマークが書いてある。の F104 っていう、これ両方とも同じなんですか？そうです。サイズ違いということですね、はい、こちらですね。こちらすごく立派なケースに入ってるんですけど、ここフェラーリのエンブレムとアストンマーチンのエンブレムは行書ですね。立派な10個のうちの1個ということですね。はあ、貴重ですね。今回の目玉の一つなんじゃないですかね。レーシングスーツ、これはあのシューマッハのスーツでしっかりと名前が、そしてこの内側にも書いてあると。2005年7月31日、ことここに使用はしていると。はい、これもそうですね。感じが、はい、数々のコレクションですけども、どれも貴重なものだと思いますので、興味ある方はぜひ、ご入札の検討よろしくお願いします。